composed by Abu Garcia. おはようございます。ビアフィッシングジャパンスタッフの小畑と申します。今日はソルティステージキスゲームにバークレー、サンドワーム磯目細身タイプを使ってキスゲームに挑戦してみたいと思います。今日は僕の他にもう一人。おはようございます。キス釣りが好きな大学2年生清水玲奈と言います。よろしくお願いします。今日はこの2人でキスゲームに挑戦してみたいと思います。さて今日はこのバークレーの磯目タイプですね。で、するんですが、非常にカラーがたくさんあります。で、今回はですね、今までのやつに比べて、新しいカラーができました。例えば、一つはですね、このクリアカラーですね。こういった白いクワセ磯目というカラーですね。はい、新しいですね。見たことないです、こんなカラーの。透明の餌で、こうちょっとシラスをイメージしているんですね。他にはそうだな、イキアカイソメ、イキですか、赤い赤にちょっとこう透明の入った透明感のある赤、非常に塩が濁った時なんかは使いやすいんじゃないですかね。こういった、なんか本当に本物のチロリっぽいですね。ね、すごい。どのぐらい投げました？いや全然最初はもうチッてなったぐらいで、ポイって ついてます。巻いてみますね。なんでしょうか。お、シロギスだ。やったー、1匹目釣れました。すごい手前で釣れたんですよ。当たりもブルブルっと気持ちよく伝わってきました。5回カラーから赤い染めカラーに変えたら当たりがありました。今使ってるやつはソルティステージキスゲームの 702MLTKR というタイプで、マイクロガイドを採用しているためかなりゲーム性ですね。あとは底を引いた時に非常に当たりが取りやすい。例えばロッドで巻いてきても十分底の当たりが出る。またボトムの探知の能力もあるので非常にゲーム性にはすぐにできます。竿を立ててさびいてたんですけど、そしたらいきなり当たりがありました。やりました、2匹目です。なんか竿さびきよりもリールでさびいた方がいいのかなっていう。でもちょっと食いが浅いんで、なんかバラし怖くて飲み込む、ちょっと食い込ませた方がいいかな。赤い染めカラーから、これは何カラーでしたっけ。生青い染め。生青い染めです。来ました、やりました、3匹目です。やっぱちょっとかかりがすごい浅いので、うまく餌だけ食べようとしちゃうんで、ちょっと当たりがあってもしばらく待ってみて、で乗らせるっていう感じですね。楽しいです。当たりましたね。乗ったかな。
みたいですね。すごい当たりが繊細に出てくるんで今日は。あとは波打ち際をバラさないように。釣れました。生赤磯目というカラーですね。クリアカラーで非常に生き物のような綺麗な赤いラメの入ったタイプですね。がっつり飲んでます。よっしゃー、2連続すごい。まあ、今日はすごいピンギス主体でかつ、まあ、食いもすごく浅いんですけども、少し正しを長めに 1.5 センチから2センチくらい、そして針を 3.5 号まで小さくして、まあ、もう飲み込ませるつもりで今日はやっています。それでももう皮1枚でつながってるんで、なかなか危なかったですね。来ました来ました。でも軽くなっちゃったような、多分ついてると思うんですけど、あ、ついてる。来ました。あ、これもいいサイズですね。やった、やりました。今もう多分当たりがあった瞬間にも乗ってたと思うんで、だいぶ活性が高くなってきたかなって思います。今ちょっと止めずにずっと錆びて見てたんですけど、それが良かったのかも。もう一回止めずに錆びてみよう。お、これは結構いい型ですね。今ドラグ鳴ってました。ちょっとこれ20ぐらいあると思います。太ってて。ワームのカラーは生き赤い染めです。ちょっと透明感のある赤いワームなんですけど、これに変えた途端にこんな大きいの釣れちゃいました。やっぱワームは一回魚が釣れてもすごい持ちがいいので、そんなにこまめに変えなくてもそのまま釣り続けられるので、すごい手返しよく釣れて、結果的に釣果も伸ばせると思います。はい、すごいエキサイティングな感じで、はい、なんか一匹を釣るっていう感じで楽しいですよね。しかもすごい手返しがいいから、結果的にはもしかしたら投げ釣り師の人よりも数を伸ばせるかもしれないですね。その群れが固まってなければ。でもやっぱり一匹を狙って釣るっていうのはすごい楽しいですね。乗ったかな。乗ってるといいな。お、来ましたね。来ました。ピンギスです。カラーも同じで、こいつも丸飲みですね。ありがとう。これはどのぐらいですかね。16センチぐらい、16、17センチぐらいかなって思うんですけど。あ、本当ですか。18ぐらいですか。今日は一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。
1日今日、キスゲームをやってみてどうでしたか？はい、そうですね、いつもはもっと重たいタックルでキス釣りをしてるんですけれども、今回はライトタックルでキス1匹1匹を楽しんで釣ることができました。当たりもすごい鮮明に分かりましたし、かけてからも引きが楽しめてとっても楽しかったです。今日の釣りはすごく、魚の活性自体は低くてかなり難しかったんですね、はい、だけれどもすごく近場でこのロッドでもキャストできる範囲で一匹一匹をかけて釣るというゲーム性にはすごく、ルアーゲームの楽しさというものが、伝わることができたかなというふうに思います、はい、皆さんもぜひこのサンドワーム磯目タイプでお手軽にキスゲームを楽しんでみてはいかがでしょうか。